サウナという共通点でつながった仲間です、はい、バカにしてるんですかおじさんたち。違う、食いついちゃってる。そしてナイスチョイスよこれ、うん、整った上でちょっと美容もねできるというね。おはようございます。おはようございます。藤森慎吾の有楽町サウナクラブサポーテッドバイ&サウナ、今日は、収録日でございますね、はい、恒例のラジオ収録前にサウナにお邪魔するという、はい、企画でございますけれども、うん、表参道ですよ、うん、こんなおしゃれな場所で初めて。美容室しかないでしょ。できたんですよここに。はい、サウナテラピーといいまして、女性専用の個室サウナは日本初できました。もうだから本当おじさんだけのものじゃないんですよ、サウナというのは、うん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 、女性に嬉しいサービスがたくさんあるみたいで。だからサウナ入るだけじゃなくて、なんかちょっとこう美へのアプローチがあるんじゃない、うん、入れるの俺これ。今回は特別に藤森さん入れちゃいます。あ、許可いただいて、はい、すいません、ありがとうございます。行きましょう。はい、おしゃれな。よろしくお願いします。あれ、あれ店員さん見たことある。ありますね。シロマン見る、見るるんだよね。はい、見るるんです。何してんの見るるん。今日は働きに来ました。働きに来た。ごめん、どういうこと。ゲストが今日は見るるんということで、よろしくお願いします。お願いします。店員さんではないですけども、はい、お店の紹介は住田さんが。住田さん、よろしくお願いします。お願いします。当店はサウナとアロマと、あとマインドフルネス呼吸法というものを掛け合わせたサウナになっております。ロウリュのお水に香り付けをさせていただくんですけれど、この3つの中から選ぶんですが、これ選ぶときにマインドフルネスの呼吸法で選んでいただきたくて、こう目を閉じていただいて一つずつお鼻元に私が香りを近づけますので。楽しい、何この体験。で、あの好きな香りっていうのもいいんですけど、その日体にスッと入ってくる香りがあるので、それが本日の体調とメンタルに合っている香りというふうに言われております。はい、うわーすごい、体中に入ってくる。どうしよう、え、迷う、すごい、どれもいい匂いじゃん。あー、スーッと入ってきますね。うん、いい香り。迷いますね。ありがとうございます、はい、目開けていただいて。瞑想状態みたいな、はい、気持ちのいい。わー、悩む。どれもいい香りだった。もうね、サウナという共通点でつながった仲間です、はい、行きましょう。はい、せーの。ちょっと待って、全員バラバラじゃん。協調性ないね。合わせてくださいよ。合わせてくださいって。俺はだって一番最初のが一番良かったから。深呼吸、深呼吸で、ミルルンは秋の予兆、夜長ですね、これ、はい、あれやべえ、漢字読めない人2人いた。私もそう読みまして、私もそう。おいおい、一番組に一人にしてくれよ、漢字読めない人はよ。夜長です。夜長、なんか選んだ香りによって違うんですか。はい、これメッセージがありました。今日の気持ちにリンクするようなものが書いてあるかもしれません、はい、コピーもしっかり。今日はミルルンので行こうか、はい、本当ですか。秋の夜長、当店オプションとしてビューティーパックというものをご準備しておりまして、はい、一つこのこちらの白の化粧品からお好きなものと、もう一つはあの美容機器のお好きなものを、お部屋にお持ちになるかいいんですか。すごい、僕が好きなやつ決めさせて。女子に、女子に、ね、女子にいいやつ置いてる、フォトシャイニーとかさ、楽しい。え、どうする、ミルルン。シャインプロで、あ、お一つ。あ、本当ですか。いいんですか。私、じゃあリフトヘッドにします。
じゃあ私ハリ肌実感エイジングケアのフォトシャイニーで、はい、さあじゃあアロマオイルも選んだところでサウナ入らせていただきましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。わーさあということでまずでも、はい、ここがこのパウダールームですか、うん、やっぱさすが女性専用って感じですね。綺麗ですね、これハーブティー、自分に飲めるハーブティーらしいですよ、もあるし体全体に使えるサンチュールドリアンのマルチユースオイルらしいですね。でドライヤーヤーマンですよ。わーすごいヤーマンだ。見たことこういうとこがやっぱ違うね、ちょっと高級感。本当に全然いつも見てる脱衣所と違いすぎてあれはだってタイおじさん用ですから。全然違いすぎて。バレしてるんですかおじさんたち。違うんだけど。あれはあれでいいんですよ。ね。あ、もうおしゃれだね。おしゃれ。わあ、いい香り。ああ。ちょっとね、お家みたい。そう、整い椅子はあんまり見たことないからね。ちょっとない。はい。ちゃんとこれ水風呂と。水風呂あるのでかー。結構しっかりしたスペースが確保されてるから。おしゃれですね。この水風呂表参道の井戸水らしいですよ。あ、シャンプーが白だ。嬉しい。じゃあちょっとシャワー軽く浴びて入りましょう。はい。はい。あ、バーバー気持ちいい。気持ちいい。さあ、じゃあもうかけ水もしましたんで、はい、行きましょう。はい、行きましょう。じゃあメルルンから、はい、どうぞ。僕から行きます。あ、いい香り。おお、あったかい。あったかい。 あ、しかもサウナストーン、これでかいさ。でかい。なかなかこのサイズ感のサウナ室でこの大きいストーブないね。ないですね。メルルンはでも今日は久しぶり。サウナは久しぶりで最近行けてなくて、うん、めっちゃ今日嬉しいですよ。ミルルはこう思い出のサウナとか好きなサウナとかありますか？東京に来て、うん、あの目黒にある文化浴さん。あ、いいね。はい、渋いとこ行くね。元気ですね。でもめっちゃ良かったです。温度だったり、うん、水風呂がめっちゃ冷たくて、うん、14度ぐらい、うん、で、すごい気持ちよかったの覚えてます。うん、いわゆる戦闘系だよね、うんうん、はい、いいですね。ああいうとこも行くんだ。雰囲気良かったです。入る、入ってお店の中の雰囲気だったり、うんうんうん、まあでも混むあの戦闘サウナの醍醐味もね、うんうん、まあ、やっぱいいし、逆にちょっとゆっくり入りたいなっていう時はあの、はい、大会間の方にあの個室のサウナ今度作ってます。よかった。あ、作るんですか？今度よかったら見せてください。行きたいです。はい、いろんな人に言いそうですね、今度女性とか。そういうつもりで作ったんじゃない？ちなみに今後行ってみたいサウナとかありますか？うん、なんか街歩いてて見かけたんですけど、うん、居酒屋さんと一緒についてるサウナみたいな。あ、恵比寿じゃない？恵比寿、恵比寿サウナじゃないですか？あれすごい人気だよね。行きました。私、あ、行ったんですか？めっちゃ良かったです。個室になってて、はい、上がで下が居酒屋で、うん、サウナドリンクがウォーロポって言って、ポカリのフローズンとウォッカとオラナミンシーでお酒になってるんです。めちゃくちゃパーティー感あるじゃん。すごい美味しそう。ウォッカ大丈夫ぶち込んでさ。結構食いついちゃったよ。そしてここだみたいな感じ。行くじゃん。さあ、じゃあミルル、はい、ミルルが選んでくれたこの秋の夜長オイルで、はいはい、ちょっとロリュー、はい、お願いしちゃっていいですか？行きますよ。はいよ、お願いします。いい音。いいね。あ、いい。あ、来ました。予兆が降りてきたよ。え、いい香り。いい匂い。めっちゃいいこの香り。いや、これ。こんないい香り。ナイスチョイスよ、これ。うん。めっちゃ本当にいい香りする。いいですね。汗だく。しっかり描いたね、この。気持ちよかった。よし。めっちゃ汗かいてる。シャワー？シャワーまず。ちょっとシャワーで軽く流して。はい。はい、
シャワーあるあるしないでいる。わかる。いきます。サウンド使ってすぐ出ちゃう。高め。わ、私にはちょうどいい。水風呂待ちしてる藤森さん。あ、最高だ。いただきます。お、あ、本当だ、いいね。いいですよね。あ、でもね、本当に水がこう汲み上げた天然水、まろやかです。肌触りよし、ピリピリ来ない。あー気持ちいい。よし、動線も完璧。じゃあちょっと整えず座りましょう。はい、はい。せっかくなんでこのハーブティーいただきます。うわ、どうぞ。サウナドリンク美味しい、うん、めっちゃ美味しい。美味しいね、これ。お肌とか気持ちよさそうです。なんか肌ツヤというかトーン上がりました。エステ来たみたいになってますよ。もうこのもう上がってるなって一番言われたら嬉しいだろ。この後さっき選んだこのアイテムでさらにできるでしょ、ケアが。うん、どこ？あ、すごい。すごい。何これ、なんかすごい吸い付く。逆に半分だけやってみよう。髪の毛長いからそのケア良さそうですね。ね、浸透する、このオイルが。でも全然違う、スワッてします。うわ、むっちゃいいです。これ肌ケアしながらリフトアップできてます。顔もできるんや、それ。そうなんですよ。え、あ、そうなの。はい。え、すげえ、右だけ上がってないね。ね、あ、ほんとだ、ほんとだ。あ、ほんとやな。キュッてなってる。若返りましたね。なんか、こうなっちゃうもん、今、顔が。気持ちいい、気持ちいい。これ、いいっすね。こういうサウナ体験は初です。初。満足度が整った上で、ちょっとこう美容もね、できるというか。いいでしょ。めちゃくちゃ自分がいい香りしてます。うん、そうですよね。なんかいいね、あのオイルも CM みたいだね。本当本当いますよね。おう、よし、じゃあこの勢いでね。はい。行きましょうか、美容ラジオ行きましょうか、これから。今日は違う感じになっちゃうかもしれないですね。今日は美容ラジオですね。じゃあこれから収録参りたいと思います。はい。はい、アンドサウナグッズ大好評発売中です。今回新しく発売となったこちらのアンドサウナ T シャツはとっても柔らかい素材でサウナの後にもおすすめです。詳しくは概要欄